こんばんは、こんにちは、おはようございます。お久しぶりです。まいです。はい、月や星がね、私たちに与える影響を今日もちょっと占星学の視点からお伝えしていきます。宇宙のリズムを感じながらですね、心と体を整えるヒントを一緒に見つけていただけたら幸いです。はい、10月になりました。で、明日はですね、新月なんですね。なので、そのメッセージ、お伝えしていきたいと思います。で、まあ、季節がこうちょうど変わってきて、夏から秋へ移行するこの時期っていうのが1年のうちで一番こう人間のこのなんていうんですかね、自律神経っていうのをこう乱しやすいタイミングなんですね。なので、まあ、冷たいものとかもちろんなんですけども、寒暖差ですね。それで自分の気づかないうちに、無意識のうちに自律神経がやられてしまって、で、まあ、体調がね思わしくないとかっていう風になってくるので、今の時期こそですね、本当に面倒くさがらずに、ちょっとこう薄手の上着でもいいし、ストールでもいいので、1枚こうカバンに忍ばせておいたりとか、まあ、女性だったらですね、やっぱりこうお股回路とか子宮とか、こう腰、お腹ですねにこう張って過ごすとか、そういうちょっと対策を取っていただくことによってですね、この時期をこうスムーズに乗り越えて、まあ、過ごしやすい、状態になるので、ぜひこう温活っていうのを意識して過ごしてみてください。はい、で、今ちょうどこの画面に、表示してるんですけども、明日ですね、新月なんですけども、金環日食って言いまして、まあ、リングオブファイヤーとかっていう風にも言われるんですが、日本ではねちょっと見れないんですけど、南米の方ですね、チリとかアルゼンチン、あの辺りで、今回は見られるっていうことなんですけども、この真っ黒に見えてるところが月です。で、その背後にこうあるのが太陽ですね。なので、このちょうどこう太陽と月と、まあ、地球が一直線上に並んでいる状態なんですけども、まあ、太陽の方が明らかに大きいし、太陽フレアみたいなものがありますから、そこからこうちょっとこうね、月がすごくちっちゃいので、なのでこういう形で、リングのようにね見えているっていうので、この日食っていうのはもう昔、古代からですね、やはりこう戦術家ですとか、まあ、王家王室とか権力者の方たちとかっていうのはすごくこう、節目としてですね、大切に、してきた、意味のある、時期というか、まあ、日になります。で、この日の日食のエネルギーっていうのが、まあ、約半年ぐらい続くって言われてるんですね。なので、まあ、残り今年も3ヶ月ですけど、この残りの3ヶ月10、11、12っていうこの3ヶ月の過ごし方とか、自分がこの3ヶ月間で感じたこととか、体験したことっていうのが、来年1年の、まあ、運気というかですね、流れ、自分自身、皆さんそれぞれの個々のライフの中で、どういうふうな流れが来年起きてくるかっていうのを予見というかですね、ちょっとこう予知というか、教えてくれる、そういう3ヶ月になりますし、まあ、地球で暮らすみんなにとって、この金環日食の、自分が住んでる場所で撮ったホロスコープっていうのを、まあ、ちょっとこうどこかね、頭の片隅にでも置いて、それを意識しながら過ごすと、この、膨大なね、宇宙のこのエネルギーとか、まあ、目に見えないですけども、流れている世界の、エネルギーにあやかりながらですね、流れに乗っていけますよっていう、そういうこうちょっとこれからですね、キーワードとかっていうのをお話ししていきたいと思います。はい、で、ちょっとまあ見づらいかもしれない、ちっちゃいんですけども、まあ、日食っていうのはですね、私が習っている、まあ、メンターというかですね、占星学の先生からに教えてもらったんですけど、やはりこう運命よりその宿命の方が大きいエネルギーがやってくるっていう風に言われていて、どういうことかっていうと、自由意志が
使えないというかですね、人には自由意志が与えられているじゃないですか、ある程度ね。でもその自由意志をはるかに超えた自分の魂の宿命というもの、自分が今回の人生でこれは絶対この道は絶対通る、この駅は絶対通過するっていうような道があるんですけども、そこへちょっとこう、そこをもうすでに歩んでいる人はいいんですけども、そうじゃない人にとってはそのズレをですね、大きく軌道修正するような何か物事がやってくる、起きてくる、そのトリガーとなる、スイッチが入るのがこの、金環日食のタイミングって言われてるんですね、なので、より、今の時代この地球で生きている人にとって、流れに乗っている人もそうでない人もより自分のコアというか本質で生きながら自分の才能や興味を持ってしてこの世界にどう自分が自分ができること、提供できること、そういうすごい大きい視野で、見た時に、調和とか和合とかですね、そういう流れに乗っていくためにぐっとこう宇宙の方からのテコ入れがあって軌道修正させられるっていうようなことが起きてくるって言われているのがこの日食のタイミングです。はい。で、今回の新月っていうのは風のサイン天秤座にで起こるんですね。1ハウスの終わり、2ハウスの頭っていうところなんですけども、この天秤座っていうのは弁護士さんのねバッジとかにも書いてある本当に天秤ですね、秤、両方バランスよくっていうところなんですけども、この天秤座のエネルギーを宇宙的にはすごく意識して過ごしてくださいねっていうメッセージが来てます。はい。で、天秤座のエネルギーって何かっていうと、相手を通じて、相手を通して、相手を鏡にして自分を見つめるっていうことですね。なのであらゆる、関係性の見直しとか過去の見直し含め、まみ先生こんばんは、ようこそ。はい。明日の金環日食の過ごし方っていうのは、過ごし方というか明日のこの星のエネルギーっていうのが半年間続くんですね。なのでそのメッセージを、今からお伝えしていこうかなというところです。はい。なのでもう流れに自分のこう魂とか宿命とか今回生まれてきた目的とか、絶対自分がこれは絶対クリアするって決めてる課題、サバイバルしていくっていうそのポイントですね、そこの流れに乗っていくためにずれてる人は大きい軌道修正みたいなのが宇宙からのテコ入れがある、そういうことが、これからですね半年かけて人生の中で起きてくるタイミングになります。で、この新月っていうのは明日の新月、天秤座のエリアで起こる新月なんですね。なのであらゆる関係性の見直しとか、あとリレーションシップとか、リレーションシップって対こうパートナーだけじゃなくて自分自身とのリレーションシップ、こんばんは、コメントありがとうございます。一瞬だけの参加なのでアーカイブあったら嬉しいです。はい、残しておきます、よかったら。はい。後で、お時間ある時にラジオ感覚で、聞き流ししてくださったら幸いです。はい、コメントありがとうございます。はい。そうなので、自分自身とのパートナーシップ、リレーションシップ、ちゃんと自分が自分の体の声を聞けているかとか、自分の本音っていうのをちゃんと汲み取って、それを自分が叶えてあげられることができているかで、人に対して、大切な人に対して、愛している人とか家族とか親友とか恋人に対して見せるあなたの優しさとか思いやりとか、手を差し伸べる慈愛の、感情とか、そういったものをあなたが自分自身にまずやれているかっていうところで、自分自身とのリレーションシップ、絆がどれだけ、あるのかっていうのが一つ見るポイントですし、実際自分の目の前の相手ですね、半径5メートル以内のあなたの人間関係、
の見直しですね、うん、それが本当に公平なものなのか、自分が相手の下に入ってないか、いつもこう相手を自分より上に持ってきてなんか崇めるじゃないですけども、いつもこう相手の下に入るとかってなると対等じゃないから、一緒に過ごしててもなんか例えば誘われたとしますよね。そうした時に本当は行きたくないけど行かないと何か不安なことが起こる恐れから、本当は行きたくなくても行ってしまう、愛ではない、喜びではないけれども、何かこうそこに行かないことによって例えば自分の悪口を言われてしまうかもしれないとか、そういう恐れや不安から付き合っている関係性とかっていうのを見直したりとか、うん、そういうことをちょっと意識して過ごしましょうという感じですね。で、リレーションシップって自分と相手と、その他に自分が今勤めている会社とか、ビジネスのパートナーとか、そういったところで新しい刷新ですね、そういうのをちょっとこう意識しながらですね過ごすといいかなというふうに思います。そこをあえて意識して過ごしましょうということですね、うん、はい。で、でアセンダントって言ってね、運とチャンスの入り口って言われている東の空、ちょうど太陽が昇ってくるポイントっていう、その方角に今回あるのが乙女座なんですね、うん、で乙女座っていうのはやっぱりこう自分の持っている才能とか知識とかこれまでの経験ですね、もちろん自分がやりたいやりたくないとかあるとは思うんですけども、そこにあんまり今はとらわれずに、一旦自分ができること、自分がこの世の中に提供できることっていうのを謙虚に、人のためにこの世界のために自分ができることっていう、視点をねちょっと持って取り組んでみてください。自分の人生の中で関わる人間関係とか、あと仕事とかですね、ライフワークとかもそうだけど、そういう思いをちょっと持ちながら、心をそこに尽くしながらね過ごしてみるっていうのがまた一つのポイントになっています。で、今回の新月の、月とね太陽と一緒にこうコンジャンクションみたいに重なっているサウスノードっていうのがあるんですけど、サウスノードとノースノードですね。あ、こんばんは。昨日はありがとうございます。こんばんは、ようこそ。明日の金環日食についてのメッセージをお伝えしています。はい、アーカイブに残すので、お時間ある時にね何かこうしながら聞いていただいても、嬉しいです。はい、そう、ですね、明日の、日食っていうのはもう一度改めて、お伝えしますけど、自分のこう自由意志っていうのが人っていうのは与えられてますけども、そういう自由意志で生きる、その自分で作っていく運を運ぶ自分で運を切り開いていく運命っていうよりかはですね、明日の日食ってっていうのはその自分の魂が今回の人生で絶対このミッションクリアしたいっていうような宿命へのトリガースイッチが入る。なのでもう流れに乗っちゃって自分のもう魂のその本質でね生きている人っていうのはどんどんこの螺旋階段のように進化成長していく流れには行くんですけど、そうじゃない、もしそこに乗っかってない人っていうのはそのズレを軌道修正するようなことが宇宙の方からテコ入れが入って物事がいろいろ起きてくる、やってくる、人間関係にしろ仕事にしろいろんなこう変化とか刷新が起きてくるよっていうことを、今までねちょっとお話ししてきました。はい、で今回の新月っていうのは風のサイン天秤座で起こります。なので天秤座のエネルギーっていうのは何かっていうと、相手を通して自分を見つめましょうっていうところで、リレーションシップ、自分自身とのリレーションシップ、相手とのリレーションシップ、取引先、仕事関係、そういったこう人間関係の中での関係性の見直しですね。で過去の見直しも含めてそこで新しい刷新が起きてくる、
なので、まあ、仕事とかも恋愛もそうだし、パートナーもそうだし、あの人によっては場所が関係がこう変わっていくっていうところで引っ越しとかっていうのもあると思うんですね。で、今回の、全体的な流れとして風っていうサインのエネルギーがすごく強い。なので一箇所にとどまってそこで何か熱中してバーッとこうあのエンジンかかっていくというよりかは、風なのでちょっと流動的なんですね。なので今変化のために新しいなんか、まあ、来年再来年に向けてのですね、自分のこう軸を作っていくために今変化の過程にいるからこそ、ちょっと能動的に行動してって、自分からアクションを起こしていって、実際街に出かけていって、人に会って、その場所に行って、その場所の周波数とかっていうのを体で非言語で感じ取って、それをこう自分の中で消化していったりとか、こう実際自分が気になることとか、何かこうなんとなくっていうのでもいいんですけども、そういうこうアイディアとかがあったら、あの机上の空論だけじゃなくて、実際こう自分のこの3次元の肉体をそこに運んでいって、そこでの出会いとか、そこでの情報とかっていうのを自分が体得してくる、うん、それが今の時期、残り10、11、12、この 3ヶ月ですね、年末までのすごくあの大切なアクションになってきます。はい、そうやって、まあ、誰かとコミュニケーションしながら、自分ができることとか、これからやっていけること、貢献していけることとかっていうのが分かってくる、見えてくる。でそれがゆくゆく自分が何者かになっていくっていう流れが、来ると思います。はい、あ、コメントありがとうございます。エジプトに行くことになりました。楽しみです。エジプトすごい、いつ行かれるんですか？エジプトいいですね。向こう、今今年行くんですか？再来月、12月に行くのかな。うん、おー、いいですね。また何かね、そこで体験したこととか感じたことっていうのをちょっとこうノートとかにも書き示していたり、まあ、書くのがあれだったら、そのね、現地に行った時感じたことっていうのをスマホなんかでですね、自分の声を録画しておいて後から聞くっていう風にすると、何かしらその時気づかないメッセージとかいうのがこっち帰ってきてからね、まとまったり整理する種になると思うので、はい、楽しんできてください。コメントありがとうございました。はい、そういうことですね。で、カニ座っていうね、まあ、自分のホームとか家庭とか、いう自分のルーツですね、母系の家族とか、自分の居場所とか、そういう場所に今火星っていう、まあ、人生のパッションみたいな、やる気スイッチみたいなのがいるんですね。でカニ座ってまあ、もともとは先生学、古典的な先生学ではザリガニってが象徴してるんですけども、まあ、カニにしてもザリガニにしてもプロテクションが強いですよね。強いハサミと硬い甲羅と、はい、なのでこれ、まあ、一つの例えとして、それがシンボルとしてカニ座っていうのはそういう性質があるよっていうことですね。なのでそこを何かこう自分の心の金銭に触れるような出来事とか、感情的に揺れることっていうのがこの火星ですね、まあ、火をくべる、そこをファイヤーさせるっていうところで何かしら感情が湧き出てくる、そういうこともあります。でそれは自分の大切なものを守るためとか、大切な人を守るためとか、自分の大切な価値観を守るために、何かこう人間関係にしろ出来事が起きてきて、そこで怒りが湧いてきたりとか、その時にやっぱりこう
怒りの下には実は理解してくれていない悲しみとか寂しさとかっていうのを蟹座のエネルギーっていうのは持っているので、怒りが湧いたら一時的感情としてバーって人間だから自然とこう感じてリアクションしてわーってなっちゃうかもしれないんですけど、それを悪と捉えずに俯瞰して後から冷静になって、なんで私あんなことで怒っちゃったんだろうって、どうしてああいう風な感情が湧いてきたんだろうって俯瞰して、自分のちょっと時間をスペース作って、でそこでちょっと感情のワークみたいなのをすることがとても大切になってきます。はい。でその湧いてきた感情っていうのは他の人は別に気にならない、ことだったりするんですね。なんか他の人はどうでもいいけど私はそこをどうしても許せないとかっていうのって人それぞれ違うと思うんですけど、そのポイントですね。それってあなただけの何かしらのこうトリガーが発動してるんですね。でそれは今回の星から言うと、やはりこれまで溜めてきたこととか、実は見ないふりしてきたこととか、あと過去世の絡みで、未消化だった、過去世では十分感じきれないままだった、だからこそ今回その感情を体験して、それがどういう苦しいものなのか、本当はその苦しみとか怒りの下にどういう気持ちがあったのか分かってほしかったとか、ただ聞いてほしかったとか、見てほしかったとか、愛してほしかったとか、そこにその怒りや憎しみとか苦しみとか辛さの下にある感情、素直な感情に気づいて、その素直な感情をただ感じて、ああそうだったんだねっていうふうに自分をこう慈しむというか、自分を自分でこうハグしてあげるような、なんかそういう時間の使い方を、もしね感情がこうわって湧いてきた時はそうやって過ごすと、いいと思います。はい。で満電読みで言うとですね、1ハウス2ハウスの新月っていうのは自分自身とかお金とか価値っていう意味があるんですね。なのでこの、年末までの3ヶ月ないしこの半年っていうのは外交とかですね、国際間の間でなんか水面下でですね、輸出入とか輸入輸出とか、あとは会場関係ですね、あと約束事みたいなのがあって、私たち国民には分からない、目に見えない水面下で何か経済が動いていて、かなり不安定というか、大荒れというかですね、価格が上昇したり乱高下したりとかするような、そういう社会的な見方をするとそういう流れも来てます。はい。で普通一般の簡単なこう星読みっていうところで言うと、天秤座の新月なので、自分がこれからどんな人に出会っていきたいかとか、どういう人と付き合いたいかとか、どういう職場関係がいいかとか、また人間関係とか、なんかそういう仕事パートナー恋愛とかっていう面で、自分がどういう人たちと関わっていきたいかとか、なんかそこに対しての種まきとかをしていくといい、そこに対しての何かしらアクションを起こしていくといいっていう風になっています。で、過去世っていうのを表す、サウスノードっていうのがこの新月に乗っかってるので、すごく本当に、もう一度ね、なんかこう復縁じゃないですけども、本当にやっぱりこれまで出会ってきた人の中でご縁のある人っていうのとまた再び再会したりとかですね、でそこでちゃんとその関係性を終わらせるのか、なんかそこで新しい見直しがあり、新しい、2人のそのなんて言うんですかね、そのまま続けていくご縁なのか、もう本当にそこで
関係性を解消してありがとうございましたみたいな、お互いいろんな学びがありましたねみたいな、これから道は違うかもしれないけれども、遠くでお互いの幸せを祈ってますっていう感じで別々の道を歩んでいくか、それともやはり前者にお伝えしたように復縁じゃないですけども、お互い過去に一度出会っていて、でそこから道が分かれて、お互い全然、ね、違 う, こうルートで違う旅をしてきたけども、再びまたここで会おうねって、いろんな旅をしてきた中でまたここで出会って、そしてそこでお互いの経験をシェアしながら、キャッチアップしながら、残りの人生またちょっと一緒に歩幅を合わせながら行こうねっていうパターンになるのか分かんない、どっちか分かんないですけども、何かしらまたこうね、出会いっていうところで、サウスノードっていうのは過去世っていう意味があるので、そういうことも再会みたいなのもあるかもしれないですね。なので今の時代、これだけネットが盛んになって、お家でもね仕事ができるようになったけど、やっぱりこう家の中にいただけじゃやっぱり出会いってないし、もちろんそのオンライン上でゲームのオンラインしかり、ブログとか SNS とかでコミュニケーションしていく中での出会いっていうのもあると思うんですけども、なんかこの3ヶ月っていうのはどちらかというと家の中ではなく外に出て、実際自分の体をどこかへ運んでいって、そこで情報を取ってくる、そこで人と会っていく、っていうのが大切になっていきます、でやっぱり家と会社だけの往復じゃ出会いって広がらないので、なんかあそこちょっと寄ってみようかなとか、今日はあっちの道から帰ってみようかなとか、そういう些細なことでもいいので、何かしら新しいアクションを起こすと出会いっていうのも広がっていくかなという、星からのメッセージはそういう感じですね。はい、以上、明日の新月、明日は日食なのでね、日食っていうのは半年間このエネルギー続くって言われてるので、その過ごし方とかっていうのを含めて、星からのメッセージを伝えさせていただきました。はい、アーカイブに、一応残しますので、お時間ある時にですね、また最初から聞いていただけたらいいかなというふうに思います。何か質問があったらお答えしますけど、どうでしょうか。そうですね、あと何か伝えることがあったかしら。新しい政権が日本はねできて、石破さんがなって一時期株価がね、石破ショックみたいなことが起きて、投資をしている人はね振り回されていますが、世界情勢を見た時に、もちろんいいところももちろん見る目っていうのは大切です。ポジティブなところとか、この世の中の美しいとこ、人の素晴らしいところ、たくさんあります。そうじゃなしに現実的な、ね、問題っていうのもたくさん世界では起きています。なのでどうにかなるやっていう人も多いと思うんですが、私はどうに結構リアリストなんで現実主義者なんでね、結構意外と、なのでどうにかなるっていうのは周りがどうにかしてくれてるからどうにかなるんですよね。でそれってどちらかというと依存なんですよね。そうなるとこう相手にこうどうにかしてもらおうっていう、あわよくばみたいな、自分ができないからっていうところで相手の負担とかにもなってしまうことであると思うんですよ、私は。だから、自分でできることは備えておきましょうということで、大統領選もありますし、星の流れから見てもですね、外交にしろ、輸出の関係にしろ、イランとかイスラエルの問題にしろ、いろいろね、海峡が止まってしまったりとか、いろいろこう経済からですね、
外交からいろんなこう問題が、この3ヶ月激しく動くと思います。でそうなった時最悪ですね、来年とかもうあの日本の円の価値が大暴落して紙くず化っていう可能性もすごくあるんですね。あのこれは私だけ の想像のだけの話ではなくて現実問題、そういうことがあのしっかり世界情勢見られている方は結構おっしゃってます。なのであのそうなった時もう物価が大変なことになりますから、今のうちに、できる分はしっかり備蓄しておいたりですね、備えるっていうことをしておくことが、まあこんなね日本ですから、地震とかあの災害が大きい国だからこそですね、あの見直して、おくといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあとはいえ、まあその恐れとか不安っていうところにばかり、焦点を当てたらあのちょっとこう自分のねモチベーションとか気持ちが、まあ、私でもねやっぱりこういう世界情勢なので、いろんなニュースとか世界情勢を見てすごく落ち込むこととか悲しくなってどうしようもなくいたたまれない、もう自分のこうなんていうんですかね本当にこう人一人ができるあのことに限られてるなって思うとすごく切なくなる時もあるんですけども、でもあの自分がこう置かれた場所でね咲きなさいっていう本とかあると思うんですけど、自分ができること、自分がいる場所でただそこにこう心を込めて心を尽くして過ごすじゃないですけども、もうそれだけでねもう十分だと思うので、まあ、皆さんそれぞれ自分の人生今生かされているその場所でですね、自分のこう心が歌うこととか踊ることとか、まあね、楽しいっていうことにも意識を向けて過ごして、気持ちをね上げてもらえたらいいかなと思います。秋になってきて陽性の木が減ってきて、これから陰性の木、陰の木ですね、陰陽の陰の木が増えてくるし、日照時間が減ってくるからこそ、まあ、晴れた日はなるべくその外に出てお日様の光を浴びたりとか、まあ、特に午前中の光は赤外線っていってすごくこう体にポジティブな影響を与えるんですけども、午後の日の光っていうのはどちらかというと陰性、紫外線とかっていう風になってくるので、なるべく朝、朝日を浴びて、パワーをチャージしたりとか、あとその陰性になってくると気持ちもねやっぱり秋とか寂しくなったりしくしくしたり悲しくなったりとか寂しくなったりとかしやすいので、本当に実際に歌ったりとか踊ったりしながら体の中に溜まった陰の気を吹き飛ばすみたいなね、そういう過ごし方をされるといいかなというふうに思います。はい。じゃあ、こういう感じで今日の、メッセージは以上になります、聞いてくださった方どうもありがとうございました。はい、素敵な、ね、新月をお過ごしください。ではまた会いましょう。バイバイ。